はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は6月9日火曜日、時刻の方は13時12分です。テレテテンギー。はい、そんなわけで今回はホファニスさんから提供いただいたレコードプレイヤーね、VS1102、 実際に、電源を接続して音を聞いてみたいと思います。ね、はい、もうここからはね、おじいのお楽しみタイムになります。よいしょ。まず最初はね、このプレイヤー自体にスピーカーがついているので、これ単体から、まあ、鳴らしてみたいと思います。これにね、電源コンセントが入っているので、AC アダプターね、これを使います。よいしょと。はい、針金を取ってよいしょ。はい、それでね、よいしょ、この後ろ側ね、まあ、ここに AC アダプターを差し込むところがあるので、まず最初にね、ここに差し込みましょう。そして、コンセントね、ここに差して、はい、これでスタンバイが OK になります。よいしょ。はい、そしたらね、プレイヤーの針をカバーしてるね、まあ、この白いやつがあるので、これをよいしょ取ります。はい、針のカバーをね取ります。これで、アームのロックを解除して、これで OK でした、ね、でこれがボリュームなので、ね、まず最初に電源を投入します。パワースイッチオン。おお、なるほどね。これね、ちょっともう一回皆さんに見した方がいいな。はい、よく見てね。電源をオンにするのはここです。パワーオンです。これね。パワーオン、電源を押すと、ぴょんぴょーん。はい、こんな感じで。これがパワー LED だね。で、今これね、レコードになってるよね。で、モード切り替えボタンがあるので、これを押すと、はい、今これ Bluetooth になりました。ね。はい、ここがこう入れ替わるってことはね、この AUX もここのモードってことだね。はい、この状態で使うことになります。ここにね、元気なおじいがメルカリでね、ゲットしたウィスパー、ね、そして糸迷子とかまだ聞いていないので、まあ、ちょうどいい機会なのでね、これで聞こうかなと思います。で、まずシングルからちょっとね聞いてみたいので、これを用意してっていうのを、よいしょ、ね、あれ、これ下までさ、これ下まで下がっちゃう。おい、ちょ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 、これで OK なのか、まあ浮いてるから OK なのか、もうちょっとすごい厚みがあるのかなと思ったけど、そんなんじゃないんだね。はい、じゃあね、一番最初に聞くのは北原サーコの土曜日のシンデレラね、この音痴具合を聞かないとちょっと始まらないっていうね。いやー、この楽しみね、アナログレコードやっぱいいよね。よいしょ。はい、それで、45回転に切り替えますね、45回転に切り替えます。おこれぐらいにすれば見れる？見える？はい、見えるでしょうか。これ回転数ね。はい、このような、こう見えるかな、見えにくいかな、反射車って見えにくいかなね。はい、まあ一応ね、こちらの切り替えになっているので、1段階2段階3段階になってます。で、元気なおじいはこれね、全然目が見えませんね。虫眼鏡に使わないと見えないので、この後にじっくりとね、見て判断したいなと思います。上から33回転で、真ん中が45で、下が78回転となっているので、シングルの場合は真ん中になります。これがね、真ん中。はい、これで OK です。
で、ボリュームを一応絞ってのアームを上げてね。で、おこれね、あカチッて音がする、カチッて、うん、また持ってきたいけどまたみんな嫌でしょ、こうやって、だからもう刺して、ほら聞こえるね、スイッチが入ります。うん、こんなもんかな、ね、うん、こんなもんかな、合ってるかな。これね、アームがこう曲がったことによってどこで合わせたらいいかなって、ちょっとあれかな、あ、いいかな。お、最後まで行ってないのに大トリターンした。おー最後まで行ってないのに勝手に大トリターンしました。これ最後まで聞けないよ。マジっすか、これ前回はオートストップで最後まで行くちょっと手前のところでグーンって回転数が止まっちゃったから、レコードがね、ダメージを受けるということで、オートストップをオフにして最後までとにかく乾燥させて、使うやり方でした。で今回の場合はこのオートリターンで途中最後まで再生しないで勝手に戻っちゃいました。なので、最後まで楽しむことができません。でこのオートリターンのオンオフ機能、オンオフのボタンがないので、これ最後まで聞くことができないです。実際ね、これちょっと致命的かな。うん、これちょっと最後まで再生できないです。ちょっともう一回ね試してみたいと思います。だからね、これね、突然の涙だ、ここだね。ここの部分が、米印のところが最後まで行って終わるのに、ただこれだね、ただ困らせてみたくてのただのところで止まってしまいました。こっからこう、ただ困らせてみたくて、泣いたの欲しいのはガラスの靴よ、今土曜日のシンデレラだ、ちゃんちゃんちゃ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 んで終わるんだよね。そこの部分が再生できませんね。うわー、これはね、進化と言っていいんでしょうか。ホファイスさん見てるでしょうか。これがね現状です。オートリターン機能のオフのボタンがないとダメです。これね、オートリターン機能をオフにして最後まで再生できないと、これね、レコードプレイヤーとしては、ちょっとこれはね、残念な結果ではないでしょうか。元気なおじが聞いていたのは、最後までちゃんとね、再生できるよっていうことで、最後まで行ってから、戻るよっていうことで、それの開発がね、成功したっていうことで、新型投入って聞いたんだけど、これはねちょっといかんです。はい、じゃあ、もう一度ね、近くでどれぐらい残って勝手に上がっちゃうのかを
ちょっと実際に皆さんにね、お見せしたいと思います。ね、よいしょ。いや、ホーファイさん、これはね、1101だと最後まで再生できるけど、02だとできないので、これはね、進化ではないです、これね。で、一応ね、この辺まで持ってきて、で、まあ、どれぐらい残って戻ってしまうのかを、よいしょ、ちょっと待ってね、ちゃんと見ていただくために、はい。じゃあもう、おじいがね、手持ちで頑張りましょう。これね。で、もうちょっと、もっとこっちの方かな。ここら辺かな。あ、触りすぎたね。ちょっと戻っちゃって。あ、そこの位置で戻っちゃうってことだ。わかった。これね。これね、レコードのどこの位置まで行ったら戻っちゃうのかがわかりました。これね、こうして、レコードの最後の位置見える?見えるよね、これね。見えるよね。で、はい。かなり溝が残った段階で、この位置で勝手に戻っちゃいます。だいたい、この辺ぐらいから落とさないとダメかな。ということでね、確認いたしました。で、実はね、視聴者様から、VS1102 がね、最後まで、完走できないよっていうことで、報告をいただいてました。で、元気なおじいね、この症状っていうか、最後までできなくて止まっちゃうのかな、どうなのかな、どうなるのかなって分かんなかったんだけど、実際に強制的に戻っちゃうので、最後まで強制的に再生させるのができないんだよね。まあ、それは、担当者の方から聞いてなかったので、前のやつは最後まで再生できなかった、今のやつは再生できるって聞いたので、これはね、再生できる範囲が同じで、VS1101 はその回転が止まっちゃうだけで自動的に戻りませんでした。なのでレコードにダメージを与えてしまう。で、今回の場合は回ってる段階で針が上がって戻るので、レコードにダメージを与えることはありません。なので、まあ、前回のモデルだと強制的にオートストップ機能をオンにしておくとレコードにダメージを食らうので、ちょっとそれはということで改良したのがこれだと思います。ただ最後までね、もうちょっと最後まで再生してもらわないと、ちょっとこれね厳しいので、で、大体このアームの軸の部分がここの位置まで行ったら強制的に上がるんだとしたら、だったらこの棒のね、このアームのこの曲がり具合をもうちょっとこの部分、あ、乾燥まであとこの部分、うん、内側にこれグッて曲げてあげることで同じ位置でこう上に上がるわけだからね、これね、やろうと思えばできると思います。なんでそれできないかな、絶対にできるはずだよね。だって溝がたったこれだけなので、まあ LP にしてもここに落とせばいいわけで、この間はね、カチッと言って回り始めるのがここなんで、溝の余裕がこれだけあるわけです、これね。うん、こんな感じでね、ここまでの LP 入れたとしても、スタートがここだから、こんだけの溝があるわけで、あとちょっと足りないのは、その何分の1以下なんで、このアームをもうちょっとこう曲げ折りをして、内側にしてくれることによって、実際に実現できるんだよね。で、これを、まあ、オートリターン機能がついてるので、これね、自分でグーって曲げてあげれば
最後まで完走できる、行ったところでガチャンっていうことができるよね。この溝あとこれぐらい、これを強制的に曲げて折れないかどうかだね。このままだとね、このオートリターン機能をオフにすることができないので、ちょっとこれ厳しいなだね。このままだとちょっと使えないよね。これをグッて曲げるしかないな。グッって、これをこのままグッて曲げちゃうと、こう持ってった時に当たる角度が今度ね、どうなのかな。音拾え、横からこう行くことになるからな。そうだよね、アームの横からこう縦にこうやってね、拾うものがこう横からになっちゃうから、それもあまりよろしくないんだよね。どうしたらいいのかな。これはちょっと残念な仕様だな、これこれはちょっと残念です、はい、そうだけで、まあ、VS1101 だったら最後まで曲を聴くことができました。あのオートストップ機能をオフにすればね、最後まで曲がいったらぐる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 回ってるだけなので、自分で上げて戻してあげるのね、これができました。 VS1102 はそれができないので、もうこれが現状です。レコードをにダメージを与えるというのはない代わりに、最後まで聴くことができないので、ちょっとこれはね残念な仕様かな。LP の最後の曲が聴けない&シングルも最後まで再生することができないので、これはね、ちょっとこれ致命的だと思います。で、まあ、ホファインスさんにはね、VS1103 改良版を出していただきたいと思います。ここのね、ここの部分をね、もうちょっとこう内側にしてくれるだけで、調整できるので、元気なおじいのアイデアなんだけども、このオートリターンの機能はそのままでいいと思います。で、このアームの部分のこの付け根でもこっち側でもいいので、このこれをね、この軸があったらここの部分を乗っけたら、自分で角度調整をしてクイ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 ってやめる。ここの先端の部分をセパレードにして、でこの角度調整がこうできるようにする、ね、もしくはこのアームのここの部分にジョイントを設けてね、こうやって乗っけて、で、ネジでこう角度を調整できるようにする、ね、それをすることによって、ユーザー側の方で調整できるようになります。これがね、絶対にその方が売れます。もうこのオートリターン機能は完璧なので、ただこの場所のタイミングです。で、これをハードウェア的に調整するのがメーカーさんの方ではダメっていうことなんで、もうこれ、この構図を見る限りは、ここのアームの部分を2段階こういけるね。なんだっけ、物差しのさ、パタンパタンパタンってやつ、あれなんだっけ、伸ばしてこうやって使う物差しあったよね、大工さんが使うやつ、物差しパタン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 ってやってしまうやつ、あの原理でこうやって調整することができれば、もうそれでバッチリ OK だと思うよ。もう根元のところから角度調整ができれば一番いいんだけど、どの道ね、このままでは使い物にならないので、おそらくさらなる改良をしてくるものと思われます。はい、まあ、これね、まあ、ホファインさん、まあ、専門にやってる会社なので、あえておじいはね、厳しいジャッジをせざるを得ません。VS1101 からの完全退化になってます、これはね。聞けたものが聞けなくなった現状、いろんなものがパワーアップしたんだけども、用途をなしてません。はい。これはね、残念な結果なので、この動画のアップと同時に、これからね、またちょっと翻訳をして担当者様に伝えたいと思います。ちょっと期待していた方ね、残念なお知らせになってきて、申し訳ございません。ね、参考になった方は、グッドボタン、ね、
時間潰しになった方はいいねを押してください。またね、この情報を作っていきたいと思います。おじいでした。